どうも、石田康史です。さあ、広島兄さん、今回はですね、こちら大崎上島に向かっております。ついに海を渡っております。あのね、うっすらとね、記憶をたどると行ったことがあるみたいなんです。どうやら、あとどれくらいですか？15分ぐらい。すいません、夏休み終わったら子供の話させてもらってもいいですか？やめときましょう。では大崎上島へ GO です。大崎上島町役場に来ました。こちらで町長さんと、もうクッと閉まってる感じが、もうすいません、失礼します。ちょっと待って、もうね、習慣づいてるんですよ。失礼します。お願いします。失礼します。失礼します。こっちから通っていいですか？お邪魔します。すいません、失礼します。おはようございます。失礼します。あ、失礼します。あ、どうもお邪魔します。失礼します。どうもすいません。いらっしゃいませ。どうも、広島兄さんの、あ、新喜劇の石田と申します。町長の高田です。お邪魔させてもらってよろしいですか？どうぞ。すいません、失礼いたします。すいません、失礼します。いやー、どうもどうも。握手がしたいもんなんですが、この時期なんで、どうぞ、こんな感じで。どうも初めまして、よろしくお願いします。いえいえ、こちらこそ、テレビでは拝見しております。いえいえ、ありがとうございます。高田町長はもう生まれも育ちもこちら大崎上島？そうです、生まれはこちらで、はい、18までこっちにおりまして。あ、18、はい、高校までね、はい、それから大学は、大学は、はい、あの大阪の方の大学。やっぱりその大崎上島が好きで、やっぱ戻ってきて仕事したいなのがあったんですか？いや、ちょっと違いますけど。あ、違うんですか？だって大学時代にやっぱ大阪とか、まあ、ちょっとこう4年間おられたわけじゃないですか。そうですね。ってなると、ちょっと大阪のなんか、あ、ええよなと思ったりはしなかったんですか？いや、やっぱり18年こののどかな田舎で過ごしていると人が多すぎて、まあ、少し刺激にはなりますけど、はいはいはい、いやでもやっぱ落ち着きますわ。この、あの竹原港からずっとやっぱフェリー乗ってくる間でね。そうでしょ、最高でしょ。最高です ね、 ね、あのやっぱりナイジェルアの海の中を緑の島々がずっと迎え入れてくれてる感じが、スーッとあの都会の汚いとこ洗い流してくれてすいません、瀬戸内海には失礼ですけど、そんな感じが。あとラグビーボールがあるんですけど、 あれですか、はい、あれはね、あれどういうことですか？ワールドカップの選手のサイン入りじゃないんですよ。はい、あ、なんこれはサイン入りじゃないんですか？中国電力のラグビー部の選手のサインが入ってる、はい、へえ、すごく見事やな。これちょっといいでしょ、弱いから、はい、鑑定団出しませんか？もう何でも知りたまらません。これも出したいんですよ、これもこれ北村西望ですからね。おお、あの長崎のこう、はい、平和の像、あれを作った人、ここに西望って書いてあるでしょ。これ書いてあるわ、ね、あの本当これ毎回市長さんとかね、町長さんとお会いした時に言うんですよ、鑑定団とは僕つながりあるんで、よく知ってご紹介しますよねえ、うん、そう、一時あの大阪でやった時は大阪府知事の今の知事の吉村さん、あのすいません、あのお宝出したけど偽物でした。ああ、そうですか。町長はもう10年やられて、はい、やっぱり18年生まれ育った町にまた大阪とか行った後に帰ってきたってことで、やっぱりこの島をどうしたいとかってやっぱりあったわけですよね。やっぱり都会の真似をしてもね、うんうん、それはもう追いつかないし、はい、違う視点で町づくりをしてるという中で、うん、はい、私たちの町は教育の島っていうキャッチフレーズで、
ここを行政を運営してますので、はい、まあ、その一環として、県立の中高一貫校、はいはい、広島 H 学園というのを誘致に成功してるんですよ。ここはあ。で、多分島って人と人のつながりがやっぱり密というかやっぱあるから、ね、挨拶もするし普通のことが身につくもんなんですよね。いや、すっごいありがたいことだと思いますよ。どこ、大崎上島といえばって今ね、私たちの町にね、日本一が5つあるって言ってるんですよ。5つ5つ、ここにこう、すいません、僕初めて勉強不足で本当申し訳ない。大崎上島の日本一5個、読んじゃっていいですか。115の島が見える新宝山、観の峰山って、観の峰、あ、すいません、観の峰山の展望115を見れるんですか。島がね、それは日本一だ。行って数えてみてください。数える？いや、いいよ、僕全然数えれる。で、多分もう今プッときたのは、うん、これだけじゃあ日本115の島が数えれたら、うん、多分こんだけ見晴らし眺めがいいってことは夕日も綺麗ってことですか。バッチリです。ですよね、今日なんていい天気やから。最高ですよね、うん、数えますね。カチャカチャ用意してくださいよ。蝶々も数えられたことあるんですか。いや、私目が悪いんで。そうやな、目が開けてまんがな。日本一木造5階建ての木造の民家があるんですよ。え、木造の5階建てっていうの珍しいでしょ。そうか、ということは昔の技法の中で建てられた。そうそうそう。今もこれは現存してて誰か住んでらっしゃるんですか。おばあちゃんが一人住んで。え、行きたい。どうぞ行ってください。9万トン、9万トン1年。ああ、これ来るときに島が見えませんでした。軍艦島みたいなのだって。宝子出る前、あ、はい、島ごと工場みたいな。あれ、うちの町なんですよ。え、あれ、大崎上島町なんですか。町なんですよ。それがあの島なんですか。いや、これでも夜とかめっちゃ綺麗になっちゃいます。あ、綺麗ですよ、電気交通ね。え、はい、115数えて、あと夕日を見てからここの夜景を撮る。僕は大阪に帰らなきゃいけないから。木栄ターミナルの、これ MGC ターミナル、三菱ガス化学って今会社になってる。備蓄タンクが日本一、備蓄量がね、はい、これはなんか難しいですね。うわー、言いづらい。大崎上島さん、ブルーベリー、え、ブルーベリー日本一。アントニシアニンの含有量がナンバーワン。生産量じゃないってことですか。そうです。で、このブルーベリーは私の島が西日本で一番最初に栽培を始めたところ。西日本でよ。西日本で、東日本は違う。長野県なんかだいたい長野県はフルーツ王国って言いますからね。ああいうところがだいたい元々あったんですよ。まあ、僕らでよく言うとすぐ道の駅行くんですよ。ああ、そこに観光案内所がありますから、2階に。ああ、ああ、ちょっと変わった観光案内所。変わった、すぐ隣にあります。気になるわ。それはもう一般の方も入る、普通に島民も入れるし。2階にあるんですよ、これが。またなんで普通に1階の2階にある。なんで2階にあえて。ちょっと一般的なイメージの観光案内所とはちょっと違いますよ。高田町長、もういろいろでハードル上がってます。気になるね、その観光案内所もあるし、うんうん、ここや。大崎上島町観光。あ、こんにちは。こんにちは。しかし、まあ抜けが気持ちいいね、やっぱり島。ね。海と山と空と、そして町長が面白いと言った観光案内所。あ、ここや。ちょっと独特やもんね、入り口がね。ほら、え、あ、おはようございます。おはようございます。え、ここからすみません。こちらがまたですか。はいはい、
先ほどの町長とお話伺ってて、はい、道の駅的なもんないですかって聞くと、はい、もうこの観光案内所の2階行ってください、はい、ちょっとびっくりしますから、はい、いいですか、はい、じゃあ観光案内所を、あ、そうですね、してる反岡と申します。反岡さん、石田と申します、はい、すみません、よろしくお願いします。え、いいですか、あ、どうぞどうぞ、2階なんでちょっと今立ち話して、ね、あ、いいよ、お姉さんと立ち話して、どうもすみません、お邪魔します。ええタイミングで車通っとるやないかい。お願いします。